人が空を見ない時代が本当に来るのかもしれないね。お話は伺ってます。あのオーリオンを作画したと。頭の中に強くあるのに点が打てないの。星捕りは町へは行きません。止めはしないさ。あの子が決めることだから。いつも無茶だよ。まだ一つも取ってないのに。星捕りはこれから先もう一人の自分を思うんだから苦しいに決まってるさ。また空で会いましょう。